はいはい、皆さんこんにちは。ということで本日の企画はこちらとなっております。ドドン、はい、飼い主が帰ってきた時の反応を見てみたよとなっておりますね。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、ヨモちゃんもダイちゃんもですね、父ちゃんのことが大好きなんでございますよ。はい、皆さん分かっておりますかね。ヨモちゃんこの感じ、はい、分かっておりますか。ダイちゃんのこの感じ、本当にね、父ちゃんのことが好きでたまらないわけでございますね。もう相思相愛でございます。父ちゃんもね、この二人を愛しておるわけでございますがね、こう父ちゃんが出てった後のね、反応をこう書く時間ごとに見ていこうかなといった感じになっております。もう5秒を5分50分といった感じですね。では最後までご覧ください、よろしくねと。はいはい、まずは5秒間だけね、外出の方をしていこうかなといった感じになっております。とりあえずヨモちゃん大ちゃんにはね、父ちゃん出て行ってくるからねといった感じで、バイバイ待っててねといった感じでお留守番させておるわけでございますね。2人とも心配そうでございます。父ちゃんどこ行くのと、ヨモギと大豆置いてどこ行くの、寂しいわ寂しいにゃといった感じで、父ちゃん行っちゃったの、本当に行っちゃったのと思ったらですね、父ちゃん外で秒数を数えてるわけでございます。1、2、3、4、5と、あ、これいい感じだな、そろそろ戻るかといった感じで戻ってくるわけでございますね。そうするとですね、ヨモちゃんとダイちゃんの反応を見てまいりましょうね。さあ、たった5秒間でもこう父ちゃんがいなくなった時にね、こうヨモちゃんダイちゃんどんな反応するのかなといった感じになっておりますが、あ、ヨモちゃんは大喜びでございますよ。はい、5秒でも嬉しいわんといった感じでございます。大豆くんは何してんのと思ったら、めっちゃ逃げ取るやないかいといった感じになってあります。まあ、テレ屋さんなんでございません、大豆くんはね。だから、あ、父ちゃん帰ってきた、恥ずかしいにゃんと、でヨモちゃんは嬉しいわといった感じでございますね。さあ、こんな感じで尻尾ブンブンのヨモギちゃんでございます。そして大豆くんはね、奥の部屋でね、照れて、あ、父ちゃん帰ってきたの、後でこっち来てねといった感じで、接吻を待っておるわけでございます。だから後で接吻の方していこうかなといった感じになってあります。さあ、たった5秒間でもね、こうヨモちゃんは喜んでくれて、父ちゃん嬉しいわけでございますが、興奮しすぎて父ちゃんの方いたずらして怒られるというヨモギちゃんでございます。次は5分でございます。はいはい、お次はね、5分間ほどお出かけしようかなといった感じになっております。5秒間でもね、あんな感じやったのに、もう5分も父ちゃんと会えないってなったらどうなってしまうかなといった感じでございますね。で、大ちゃん行ってくるねと読んだら、こんな感じでテコテコ来るわけでございますね。可愛らしいでございます、2人とも。本当にお利口ちゃんの天使たちでございますね。じゃあ父ちゃん行ってくるねと、じゃあ5分間 お留守番よろしくねといった感じでパタンと閉めるんでございますが、この笑顔でございますね、ヨモちゃん大ちゃんね。あ、父ちゃん行っちゃうのかワンと、どこ行くんだワンと、寂しいワンといった感じになっております。あ、これはね、こう映像を見てても胸が切ない。もうたった5分間とはいえ、ヨモちゃんとダイちゃんと離れてしまう父ちゃんのこの心の傷、もう半端じゃありませんよ。はい、そんな感じでね、どうやってるんかなと思っておりました。ヨモちゃんもダイちゃんもですね、こうやって玄関の方にいるわけでございますね。2人で、父ちゃんどこ行ったのかね、すぐ帰ってくるにゃん、まあここで待ってるにゃんといった感じで2人で待って、かわいい、かわいい、何この子たち、めちゃくちゃ可愛らしいでございます。普通だったらいつも奥の部屋でね、のんびりやるのに、ここで待ってるのけなげすぎる。さあ、そして時が経ちまして、大体5分ぐらい経ちましたね。さあ、父ちゃんそろそろ戻っていこうかなといった感じでございます。さあ、こんな感じで玄関の方に来ましたら、うわー、帰ってきたわんと、一瞬、あれ、父ちゃんもう帰ってきたのといった感じの表情だったのは気のせいでございますよ。こんな感じで大ちゃんが、あ、父ちゃん、父ちゃん、父ちゃん、嬉しいにゃんと、また逃走でございますよ。大豆なんで逃げる、まあ嬉しいんだよね、恥ずかしがってるんだよねといった感じでございますね。ヨモちゃんは気づいた瞬間、こんな感じでございますね。やっぱ父ちゃん好きだわんと、あー、もう離れたくないわんといった感じでね、もう全身で喜びを表現しておるわけでございます。そしてね、戻ってくるんですね、大ちゃんは。あー、やっぱ父ちゃんに撫で撫でしてもらいたいにゃんといった感じで、こうやって戻る。あー、かわいい、あー、二人とも天使でございましょう、父ちゃんの宝物たち、あ、おいで、ね、おいでませといった感じで、こうやろうとしたらまた逃げたわけでございます。ほんとテレ屋さんでございます。まあ、天の弱でございますね、大ちゃんはね。ヨモちゃんはね、こうやって、あー、嬉しいわん、父ちゃんもっとチューしてわんといった感じでございます。こんな感じで全身でね、喜びを表現していただいて、父ちゃんがね、一番これ嬉しいわけでございますね。じゃあちょっとお部屋の方行きますよといった感じで誘導してまいります。次は50分。さあさあ、今回は3度目のお出かけでございますが、次は50分。さあ、50分ってめちゃくちゃ長いでございますよ。もう若干大ちゃん飽きてるやん、お前また出かけんねんなといった感じで、ベッドからね、眺めておるわけでございますが、そう、父ちゃんちょっと買い物の方に行ってまいりますね。さあ、ヨモちゃん大ちゃん頑張ってお留守番しとってねといった感じで、こうやってお見送りの方をねしてもらっておるわけでございますよ。さあ、50分も2人でお留守番できるかな、お利口ちゃんにしとってねといった感じでございます。さあ、ヨモちゃんこんな感じでね、あ、また父ちゃんすぐ帰ってくるわね、すぐ帰ってくるんだったら待てるわんといった感じで、ここで待っておるわけでございます。
さて父ちゃんが出ていきまして、時間が刻々と経っておるわけでございますね。さあヨモちゃんが、ん？父ちゃん影も形もないわん、気配がしないわん、うん、おかしいわんといった感じで、ここで玄関で待っておるわけでございますが、大ちゃんがねこうやって来るわけでございますね。そうするとね、二人で、ん？父ちゃんいないよねと言って、二人でね玄関をずっと見つめるわけでございます。こんな感じで、あーかわいい、何このけなげな姿、愛おしすぎて糸おかしとなっております。あーかわいらしいでございますね。本当に父ちゃんのことが大好きなねヨモちゃんと大ちゃん、父ちゃんも大好きだよと、この映像を見てねもう新たにこう思って、あーかわいいでございますね。そして、言ってる間にですね、大ちゃんはテコテコと、うん、まあ父ちゃんまた帰ってこないから部屋でのんびりしてるんやんといった感じでね、ダラダラしておるわけでございますが、ヨモちゃんだけは違いますよ。こんな感じで、あけなげ、あけなげに父ちゃん待ってくれておるんでございますね。あーかわいらしいでございます。そしたら大ちゃんがねピピピピって走ってくるわけですね。ヨモギ何してるにゃん、ここで見るにゃんと、お前に結局ねんのかいといった感じでございますが、本当にかわいらしい二人でございますね。こんな感じでね、父ちゃんまだかな、まだかにゃーといった感じで、二人で待っておるわけでございますね。さあそんな寂しさをね紛らわすように大ちゃんが走り回って、それを追いかけていくヨモギちゃん、二人でね仲良く待っておる。あー微笑ましいでございますね、仲良しで。あーよろしい。さあ少し時間が経ちまして、2人でね遊び終えてこっちにとことこ戻ってくるヨモちゃんでございますね。大豆はねもうヨモギが大好きで、ずっと遊ぶにゃんと、もう元気出すにゃんといった感じで励ましておるわけでございますが、ヨモちゃんはね、あ父ちゃん、父ちゃんまだかわんといった感じで、こうやってやっぱ玄関で待機するわけでございます、ね、かわいらしいでございます。その様子を見てね、大ちゃんもとこ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 来て、うーん、ヨモがもう遊ばないんだったら大豆もここで、うーん、寝て待つにゃんといった感じで、ここでゴロンとしとるわけでございますが、あかわいらしいですね。こうやって二人でね、父ちゃんまだかにゃん、まだかわんといった感じで待って、あーかわいい、あー時は流れる。さあさあ時間経ちまして、2人は爆睡中でございますよ。すっかり待ちくたびれておりますが、ヨモちゃんなんか気づきましたね。あれ？なんか落としたにゃんと、落としたわんといった感じで、2人でふんっと顔を上げたら、そこにはあ父ちゃんの影が、あ帰ってきましたね父ちゃん、お買い物から帰ってきたわけでございますが、ヨモちゃんは嬉しいわんと、父ちゃん遅いわんと、そして大ちゃんはやっぱりテコ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 と、なぜ逃げるといった感じになっております。なんでお前はそんな照れ屋さんなのといった感じでございますね。さあヨモちゃんは尻尾ブンブンの笑顔にっこり丸となっておりますね。でもさすがに大ちゃんもですね、50分は長かったみたいで、お父ちゃん撫でるにゃんと言ってくるわけでございます。あー二人とも可愛らしいでございますよ。じゃあこんな感じでね、撫で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 して、よしよししてね、じゃあご飯食べていきましょうといった感じでね、みんなでご飯の方を食べていこうかなといった感じになっております。さあ50分もね二人でお留守番できて、お利口ちゃんでございましたね。ヨモちゃんも大ちゃんも仲良くね、二人で励まし合いながらやったけなげな姿、感動的でございました。じゃあご飯の方やっていくよと、はい大ちゃんこっちね、はいヨモギはこっちにご飯どうぞといった感じで、はいご飯タイムとなっておりますね。もうヨモちゃんはね、あ父ちゃんが帰ってきてくれただけで胸いっぱいだわんと言ってても、お腹はすくもんでございまして、はいご飯はパク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 とね二人で食べておるわけでございますね。さあさあ本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。さあヨモちゃん大ちゃんのねけなげな姿、皆様いかがだったでございましょうか。父ちゃん愛されておりますね、本当に嬉しい限りでございます。これもね日頃の父ちゃんの愛の成果でございます。ではおまけの方も最後まで見てねよろしくねといった感じでございます。またねバイバイ、ありがとうね。はいはい、本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。さあこちら大ちゃんの方にですね、父ちゃんの愛を伝えておるわけでございます。あーかわいらしいでございますね。こんな感じでね、大ちゃんよしよししてあげよう、チュッチュしてあげようといった感じでね、ですねこう全身をねもうペル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 チュッチュチュッチュッピチュッてやっておるわけでございます。こうやって大ちゃんがね照れるんですね。こう父ちゃん恥ずかしいにゃんと、みんなの前では恥ずかしいにゃんと、こんな感じでね照れ屋さんで逃げようとするんですけど、父ちゃん逃がしません。あーもう愛を伝えるよと、あーチュッチュチュッチュ、あペロ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 ってしておりますね。もうこれ大ちゃん喜んでおりますね。こんな感じで、うん嬉しいにゃん、あーでも恥ずかしいけどたまらんにゃんといった感じで今泣いておりますね。こんな感じで、うんチュッと、あーわわわわ、うんチュッシューッと、あーこれ大ちゃん嬉しい限りでございます。この見てください皆さん、この幸せな表情ね、はあ、素晴らしいでございますね。さあこんな素晴らしいペロリンズ、よかったらチャンネル登録の方していただいて、また見てくださいね。バイバイ、ありがとうね。こんな感じのチャンネルでございます。